誰も知らない狩人、イカレタコスケでござる。花粉で左耳をちょっとやられているが、今回もイベントクエストがやってきた。で、報酬はなんと、重ね着ということでね、この何、赤緑の演舞曲、赤緑のロンドでござるか。こちらに、双剣で行ってみようと思うでござるよ。で、今回はね、ちょっとね、趣向を特に変えずに、なんだっけ、入れ替え技をね、少し変えてきた。まあ、やってみようか。言うて、闘技場の、レウスレイヤーだから、そんな難しいことはないでござろ。細工でござるよー！どうでござるか！ちょっと、レウスがでっかいような、ちょっとレイヤーがちっちゃいような、そんな感じでござるで。さあ、行かせてもらおうか。入れ替え技を、入れ替え技をね、変えてきたんでござるよ。今日はね、今日はこう、鉄柱男子。中断もう、ちょ、花粉文字、マジ花粉。お前たち人が花粉でよ、苦しんでる時によ、闘技場でイチャイチャラブラブデートですか。そんなことはね、この拙者許さないでござるよ。まあ、ぶっちゃけ、鉄柱山師で来たものの、果たしてこの飛び交う二人組に、中山師がぶっ刺さるかどうか、それは、はっきり言って、まあ、刺さるかと言われたら、刺さらないような。気がせんでもない。喉がゴロゴロする。喉がゴロゴロするでござるよ。だがしかしよ、ここでお前たちを、この一本の架け橋が、一本のぐるぐるローリング架け橋が、繋いでいく。一本のこの、一人を転がってもう一人のところにタッチしていく。この一歩、ちょ、燃えてる。おっと、ここで仲違いをさせていただこうか。いつもよ、向こうも切れているが、まあ仕方がない。これは仕方ない。いつもライゼクスとイチャイチャしやがって。俺はこの闘技場で、それについて一言ものと、すいませんでした。圧倒的な、王としての威厳を、今王としての威厳をお前に見せる時だ。いける頑張れ。だがよ、ここでライゼクスに対して復讐するのではなくて、レイヤーに対して復讐をするところがちょっとあれですね、レウス君の小さいところでござるね。ただまあ、人間側からの視点で考えると、どうよ、夫婦捕まえて戦わせるってゴミか。人の心とかないんか、ここの人たちには。え、人の心とかないんか。中山氏も全然使ってない。配信者としてのお前心はないんか。あ、ちゃんと使ってけ。ちゃんと使ってくでござるよ。はい。はい、鉄柱山師。はい。まあ、でも、まあ、普通にもやってるでござるけど、そんな難しいことないでござるな。いつも通り、普通。まあね、レウスレイヤー君も戦いやすくなっちゃったからな、鉄柱剣士。このバトルで鉄柱剣士使う日もなかなかないでござるけど。鉄柱剣士。あ、あと忘れてた。早替え、ドゥシーン。早替えもこの、間違えたな。入れ替え技とかスキル構成間違えたでござるよ。別に全然どれ一つとて、使いにくいバトルでござった。むしろ真逆の構成の方が、多対地であれば戦いやすかったかといったところでござるな。お前たちどんな気持ちだ。そろそろミラボレアスさんを呼んだ方がいいのではないか。あれだぞ、闘技場に捕らえて、夫婦同士を、夫婦喧嘩させようとする、エルガド・カムラの、このリア充たちを絶対に許さないという、そういった心が透けて見えるでござるよ。ああ、拙者はよ、拙者は確かに、お前たちを見せ物のために、ちょっと、ピヨピヨして、ピヨピヨ、絶対に許さない。ピヨピヨして、二人で、なんだ、あ、闘技場で戦わされる、悲しき存在であっても、このハンターを二人で協力して戦えば、いて、考えて今話してて思ったでござるけど、闘技場だから、まあ、この2体を戦わせてるみたいなイメージあるでござるけど、実際戦ってるのは、この夫婦と拙者でござったな。ならば、特に、あれでござるね。当てつけられているのは、レウスとレイヤーではなく、拙者ということでござろうか。許さんでござるよ。ああ、拙者が何したって言うんだ。拙者がよ。なんで考えてみたけど、なんで拙者闘技場で戦わされてるでござる。金持ち、天竜人たちの娯楽のために、あのハンター、レウスレイヤーと戦わせようぜ、つってここ入れられたりでござるか。まあ、もしかったらね、こんな大きなモンスターに立ち向かって、もしお前勝つことができたら、おしゃれをくれると。そういうこと？人の心とかないんか。どっちにしたって人の心とかないんか。もう、割としぶといな。割としぶといでござるね。てっち。人の心とかないんか。まじ。やられる。危ない。剣士。そして、これによる、回復。人輪磨きによる、回復。殺し。回復薬なんかなくたっていけるんだ。痛え！お前らには、竜の心とかないんか。なあ、俺たち、こんな強大なモンスターたち二人の前に、挑まされて、なんて哀れなハンターなんだ。ここは、やられてやろう。痛い、全然、加減ということを知らない。
加減を知らない、やめてやめて。何君たち、なんかイチャイチャしてる、向かい合って、チュッチュしてる、チュッチュしてる。んでカピーン回避、うわ危ない、完ピーン、素晴らしい、いいぞいいぞ、息がいい感じに、息がいい感じに、いい感じいい感じ、チャキンチャキン、いよいよ人輪磨きでバンバン回復している。これがこれがプロ、これがプロハンド戦い方だ。かっこよくかっこよく、蝶のように舞い、蜂のように刺す、蝶のように舞い、蜂のように、あそうだ、蜂のように刺すで思い出した。鉄柱斬士いて、お、こんなところで戦えるやつはよ、これにこの闘技場で生き残れるやつっておるんか。あーおらおら、あー間に合え間に合え、間に合った、すごい、ニュータイプ、ニュータイプ的回避、さっさっとどめをさせ、違う、頑張れ、ここでこうです、ここでこうです、よしいいぞ、ピヨってもらうか、もうだってもう2回目の、よしここで復習の時だな、レウス君よ。あーなんでお前だって毎回同じタイミングで総理が出る、まあ、さっきはよくやってくれたなレウス君。お前家でよ、洗い物も洗濯物もしねえのによ、闘技場で随分と、何、空の王、あ空の王って言うんだったらね、空にちゃんと洗濯物回せてな、回せてよ、それで乾かせって言うんだよ、お前が飛んで乾かせ、あーっと行ってしまった、レウス君が、レウス君が行ってしまいました、残念、トゥイーン、レウス君、てっきりレイヤーの方が必ず後に倒せるかなと思ったんだけど、あ二人仲良く、おっと最後の最後までリア充だったということか、重なるように亡くなってたって。さあちょっとハンターの支部を問い詰めに行くか。今までよく考えてなかったんでござるけど、なんで闘技場に拙者を一人で叩き込むでござるかと。だってさ、闘技場に捕らえることができるんだったら、もうこれモンスターハンター永遠の闇でござるけど、ハンターに戦わ、狩らせる必要なくないでござるか。拙者が一体何を、なんか罪を犯したでござる。あれでござるかね、チッチェ殿への不敬罪。俺不敬罪を償ってる？償ってるでござる。もしかして知らない間にハンターの不敬罪溜まってる？恐ろしい話でござるな。ま、今週の罪は償ったでござるよ。さあ、重ね着を見に行こう。2個、グラスチケット2個。2個で、おぉ攻撃で、攻撃か。他のは、まあ、マカユが、濃厚マカユがちょっと多めにもらってるかな、ぐらいでござるかね。まあ、闘技場でレウスレイヤー倒せんなら、まあいいかといったところ。さあ、重ね着は一体何なのか。重ね着の生産。てってて、なんだこりゃ、あ、お、でもおしゃれだ。あ、っていうか、3個か、足りねえ、あと1個足りなかった。ああ、このなんか、頭部系の、重ね着シリーズなんでござるね。胴体だけとかなくてね、作れねえから見れねえけど、でもだいぶ頭に兜かぶりたくない勢としてはおしゃれな一品ではござらんか。ちょっとわかんないでござるけどね。これ誰かつけてなかった？ちっちゃい、ちっちゃいのメガネと同じ飾りか、ちょっと違うか。ま、今回はね、重ね着ってことでね、ぜひゲットしてほしいでござるよ。それでは TU、 回れ回れ、やれ風車、また場所へ帰って、揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない、まあ